アジラブ上がり。FM 那覇をお聞きの皆様、第3週目となるアジラブ上がり始まりました。久しぶり、はい、この番組は姉妹のように仲の良い3人組が東アジアの魅力をあらゆる分野からお伝えしていく番組です。パーソナリティを務めますのは長女のクーニー、三女のサーキーです。この番組は毎週火曜日午後7時から7時55分までとなっております。最後までお付き合いください、はい、よろしくお願いいたします。最初前半でちょっと声が違う声が違う、滑舌も違うと思ったけどね。そうなんですよ、ちょっとヤイみたいに、ね、あの綺麗な声で滑舌よくちょっと大丈夫でしょう、みんな違っていいんですか。大丈夫です。すみませんね、ただいまヤイはタイへ行ってます、ね、タイランドね、はい、お土産話楽しみにしてます。本当にお土産もって言ったらね、本当にね、楽しみだね。はい、8月ももう後半に入りますよ、うん、早いんですけど、嫌なんですけど。もうってことは、うん、子供たちの楽しい楽しい夏休みも残りわずかってことだよ、うん、なんですよ、うん、本当に。さっきは子供との思い出作りやった、夏休みの。そうですね、うん、まあ、今真っ最中で、昨日ね、首里にある、うん、産後止め、うんうんうん、に行ってきました。テレビでやってたんですよ、うん、沖縄のテレビで。ですぐそのテレビ見ながらネットで予約しました。素早い。素早いでしょ。楽しかったですよ。あとはあのハンドスピナーっていう、わかります？何？このくるくる回るやつ、くるくる回るやつ。リスナーさんわかるかな、聞いてて。指の上でこうくるーんって回したら、あの回るんですよ。それが楽しいというか、見てる、この回ってるの。そうそうそう。今多分分かる人も大体いると思うんですけど、それが大流行して、それを手作りで作ってみました、ハンドスピナーを。そうそうそう、すごい手作りで、うん、うん、やりましたよ。宿題はね、うん、あのナンクルなるから、まあ適当にやってねぐらいでやってます。、うん、もう宿題も追い込みだし、はい、私たちの時は、うん、夏休みの友とか、うん、自由研究とかあったから、うん、私なんか自由研究、毎年毎年アリの観察。え、楽しかったんですか。うんと、何もやることがなくて、急いでやらないといけないとか、切羽詰まった時に、すごい。アリの観察、どんな風にしたの。どんな風にやるかって、まずさ、うん、塩を置いたお皿を置いて、さっと白砂糖を置いたお皿を置いて、うん、あのシロップを置いたお皿を置いて、あ、黒砂糖を置いたお皿を置いて、はいはいはい、1時間ごとに見に行くわけよ、うん、1時間ごとに見に行く。で、アリが何匹集まりましたっていうのを記録してからさ、もう夕方にはおるさね、一日で、ね、うん、すごい。でも楽しいですね。で、塩には寄ってくるんですか。うん、寄らなかったはず。何が一番良かったかな、ね、よくわかんない、ね、もう覚えてないんだけどさ、何回もやってるくせに。何回もやってたくせに覚えちゃいないんだけど、結構、うん、追い込みすぎましたね。、うん、追い込みすぎて覚えてないですね。あ、そういえば国ね、はいはい、今日は終戦記念日でもありますね。そうだよ ね、 ね、うん、また今ね、またミサイルの話とかいろいろ言われてるけど、うんうんうん、結局私ね、うん、この戦争をしたら、うん、もうこう押し向けられたら時点で負けかなってもう思ってるんですけど、うん、ね、そうならないように平和外交を願ってるんですけど、うん、まあ、唯一の地上戦となった沖縄戦や、うん、ね、あと長崎か、うんうんうん、広島原爆投下、うんうん、他にもたくさん戦争の犠牲とか、うん、戦争加担をさせられてしまったという過去があるさね、うんうん、でそれを私たちは忘れちゃいけないんだと、ね、いけないと思うんですけど、そうね、ね、どんなでも戦争を美化してはいけないともう本当に思っております。でも、ね、うん、まあ、前回じゃない、6月の、ね、慰霊の日、うんうん、特番の時にも話はしたけどね、うんうん、本当に、うん、戦争中も、うん、その後も、うん、誰一人いいことはないし、本当本当に、うん、やっぱり、ね、から悲しむ人もたくさんいるし、ねね、あとはなんかこう憎しみだけが残ってしまう、うん、ってことなんですけど、うんうん、やっぱ平和が一番、ね、っていうならやっぱり武力は考えずに行きたいなって思うところですね。そうだよね、うん、そういう日を、うん、そういう思いをまた考えるっていう、ね、うんうん、日に
していたらいいね、うん、本当ですね、うん、そういえば夏休みっていうイベントも結構あって、よくイベントでさ子供たち の、 あの夏休みの宿題とかでいろんな体験やってるのを見るんだけどさ、あの沖縄はそばの麺打ち体験とかもあるさね、観光客の方とかもやっているんだけど、これ初めて聞きました。本当、うん、目打ち体験あるんですね。あるあるある、ね、でも私食べる方が好きかなそうだねうちの息子も超そば上宮なので食べる方が好きかもそうだねそうだね、うん、麺といえば、うんうん、はいつなげますみたいな、はい、何につながるの。麺といえば、うん、麺ロードしょっちゅう言ってますけど、うんうん、いろんな企画があって面白そうなイベントがあるわけ、うんね、そうですね、うん、麺ロード覚えてるかな、ちょっと説明しようかね、うんうん、お願いします。はい、いきますよ、はい、東アジア諸国とのゆいまーるを目指す東アジア共同体研究所、うん、琉球沖縄センター主催の聞いたことある、はい、うちのですねですねスポンサーですねはい、そこの主催のイベントで、うん、麺ロードっていうのがあります、うんうんうん、麺はあの食べる麺ね、はいはいはい、ね、まだまだ先の話なんですけど、うん、11月の26日の日曜日、うん、11時から20時まで、うん、那覇市のにぎわい広場にて食を通して文化の交流をすることを目的としたイベントを開催いたします。あ、お腹空いた、ね、いろんなあの、うん、アジアの麺が一堂に集まるから、絶対いいですね、うん、沖縄そばも、うん、沖縄ももちろんさね、でいろんな、ま、うん、タイウマンとかラーメンとかありますよね、うん、そうだよね、あ、楽しみ、うん、いろんなのいっぺんに集まるから、うん、あっちこっち食べに行かなくてももうここ一箇所行けばもう、お願いパスポート作ったもんでもねその前にねあの旅行練習でいいかもしれないそうね、でまた食べるだけではなくて、うん、麺の歴史とか、うん、あの各国の特徴とかの専門家とかと、うん、あの楽しくおしゃべりをする、うんうん、あのコーナーもありますので、うんうん、ぜひ遊びに来てください。はい、私も遊びに行きます、はい、では、うん、今日は8月15日火曜日、はい、8月3週目ですので、ですね、はい、私、はい、長女クーニーが担当します、はい、沖縄と東アジアの食のつながりのコーナーです、うん、楽しみにしてました、はい、うん、今月はモンゴルと沖縄の食のつながりパート2、ね、先月からのパート1の続きですね、はい、そうなんです、うん、さっきの韓国の教育のパクリすぐパクったからね、いいんですよ、なんかいいよねやりたいよね、話したいよ、ね、話したいとかたくさんありすぎるからね、うん、そうそうね、分けないといけないですね、1回で足りないみたいな、本当に本当に、うん、はい、もう先ほども言いましたけど、うん、今日はヤイがタイに行ってますので、うん、2人で頑張りたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、最後までよろしくお願いします、はい、さあ、あのこの話に入る前に、はい、クーニーネーニーに曲、はい、紹介したしてくる、お願いします。そうですね、うん、あのモンゴルの話をやる前に曲をお届けいたします、はい、モンゴル800でいつの日かです、どうぞ。はい、
東アジア共同体研究所琉球沖縄センター。アジラブ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 上がり。この番組は東アジア諸国とのゆいまーるを目指す東アジア共同体研究所琉球沖縄センターの提供でお送りいたします。お届けした曲はモンゴル800でいつの日かでした。はあ、いい曲だったね。この聞き入ってしまった、ね、あれ、うん、あの YouTube とかで見て、うん、この曲が入ってる映像とか見てもすごくいいよね。あ、私も実は持ってます、ね、ぜひ皆さんも探してみてください、ねね、ぜひ、ね、うん、見てもらいたいよ ね、 ね、うんうん、いい曲だ、はい、いい曲だとか言ってね、はい、じゃあ今日はモンゴルの、モンゴルの話いきましょう ね、 ねーパート2だ。はい、先月のお話をちょっと説明しましょうね、はい、パート1の説明、はい、お願いします、はい、先月からモンゴルでチンギスカン時代の伝統を守りながら生活している遊牧民の飲食文化について、調べています。ほう。でモンゴル料理は伝統的に赤い食べ物と白い食べ物に分けられていますが、うんうん、赤い食べ物とは肉料理のこと、白い食べ物とは乳製品のことを指すそうです。お、うん、ちょっと違います ね、 ね白、うんうんね、前回はこの赤い、うん、食べ物のことやったんだけどさ、うんうんうん、モンゴルの遊牧民の食事は基本的に家畜で賄われてるんだけど、うん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 、年中肉を食べてると家畜が減ってしまうさね。ですね、うん、遊牧民にとってこの家畜は財産だわけよ。あ、うん、私たちずっと年から年中肉食べてますね。食べるね。でもモンゴルにとっては、うん、遊牧民にとってはだ、もう財産だから、うん、途絶えさせてはいけないわけ、はいはいはい、だから、うん、年中食べてると家畜が減ってしまうから、うん、それは財産が減ってる、うんうんうん、しまうことに当たるから、うんうん、牛乳、生のお乳ですね、はいはいはい、それが豊富な夏場がよく、うん、草木をよく食べて、うん、お乳がよく出やすいので、その時は乳製品の白い食べ物をよく食べるそうです、うんうん、ちゃんとこうストックというかやってるんですね、うん、でそういった生お乳がですね、うん、ちゃんとちゃんとじゃなくて機体がちょっと出が悪いとか、うんうんうん、そういった冬場はちょっとあまり出にくいみたいで、そういう時は肉類の赤い食べ物を食べるっていうこの季節のサイクルがあるみたいなんですよ、はいはい、うん、でまた夏に乳製品を食べることは、うん、冬に肉食で疲れたお腹を白くする、白くっていうのはまたこれは綺麗にするっていう、はいはい、言われていて、向こうでは伝統的な食の知恵も含まれているらしいよ。やっぱりすごいですね、知恵です ね、 本当にね、昔ながらのね、うんうん、で肉を食べるときはさ、骨が真っ白になるまで、もう分かる、チキンの唐揚げ食べたときに数字が残しちゃダメなんだよ、うん、それも全部きれいに真っ白になるまで食べ尽くす、食べた昔、うん、もう本当に、あ、なんで、もう髄液まで食べてましたよ、うん、すっぽってからもう本当に、うん、だってもうね、お金もないから、もうこの一本命じゃないですか、ね、私たち部活の生にとっては。そうだ ね、 うだね、食べ盛りでもあるからね、もう上手でした、あの時食べるの、うん、本当にそんな感じ、うん、もう筋までというか、もう残すことなく髄液までというか、贅沢ですね、今私たち、そうだよ、うん、そう言っても絶対贅沢にして食べないで、うん、きちんと最後まで食べるって習わしがあって、はいはい、ほらさっきも言ったけど、うんうん、遊牧民にとって家畜は財産だから、はいはい、財産を無駄にしてはいけないっていう習慣がちゃんとも教えられていて、はい、で肉だけじゃなくてから、うん、内臓とか血液とか、はいはい、骨の髄まで食べるらしいわけ。お、沖縄と一緒だ。そうだよ、沖縄と一緒だわけさね、うん、沖縄では豚は鳴き声以外全部食べ尽くすって言われてたね。それと同じようにモンゴルでも、財産しっかり残すことなく、うん、全ていただく、命をいただくっていうことが、はあ、すごい。でまた屠殺をするときもさ、うん、モンゴルにはいろやり方にも意味があって、うん、はいはい、屠殺することを出すっていうみたいなんだけど、出す、うん、これはさ、意味はさ、うん、家畜の魂を肉体から出す、はい、で肉体を食べるっていう、おお、なんかすごい、うん、グロいこと今想像して、でもね、そういうことに全部つながるんですね、うん、そういう意味があって出すっていう表現するらしいんだけど、はい、でまた屠殺の方法にもさ、うん、家畜をあまり苦しませないようにして、やる方法が
仰向けにしてする吐殺方法があるらしいわけ。へえ。でまたこの仰向けにして吐殺することによって家畜が あまり苦しまずに短い時間でさっと、そっかそっか、苦しむ時間が短いということと、それともう一つ意味がさ、家畜が上を向いて死ぬと、そのまんま魂が天に召されるっていうふうに信じられていて、そういう意味もあってモンゴルでは法律で規定するぐらいこの吐殺の出す仕方は家畜を上に向ける、下に向けてはいけませんよみたいな感じで言われていたみたいだけ。でまた料理はさ、茹でる方法が多くて、茹で汁が大事ってされてるって、あの肉を茹でるさね、肉、私なんかだったら獅子食べようみたいな、獅子、が一番上等って感じだね。向こうでは獅子よりもこの茹で汁が上等って言って、新米の医者にかかるよりも新鮮なあの肉の茹で汁を飲めって言われる言葉座があるぐらい、この汁がとてもいいよって言われてるみたいだっけ。はあ、なんかでも聞いたことありますね。沖縄でも何でしたっけ、あのチムシンジでしたっけ。昔はよくレバー買ってきて、うちのお母さんがよく作ってくれたんですけど、まあ、今改めてこの話聞いて、私もちゃんと家族に息子にも作ってあげないとなって思いました。食文化にはちゃんと、ね、意味があるんですね。ちゃんとすごいよ本当に。もう明日作ります絶対本当にそう、ぜひこの沖縄のものも、まあ、モンゴルもそうやって伝統をずっと受け継いできてるさね、沖縄もこういう食文化をずっと受け継いでいけるように、今のお母さんたち頑張ってから ね子供たちにね、若い母ちゃんたちも ね作ってもらいたいよね、だってでも茹でるだけですもんね。そう、それだけで出汁が出て、まあ、野菜も全部入れちゃえば美味しく食べれて、まあ、次の日 ねもう保管できるじゃないですか、ちゃんと冷蔵庫入れとけば。そうほらいいですよ、お母さんたち、ね、お母さんと言わずお父さんも頑張ってくださいよ頑張ってくださいね、はい、じゃあ今日は白い食べ物、乳製品からのお話をしたいと思いますね。はい、初夏から秋にかけては草を十分に食べている家畜が、十分に餌を、あの草木もいっぱい茂ってるさね、それをたくさん食べさせて、腹いっぱいさせてから太らせるわけだよ、満足させるわけだね、そしたらその満足したあの家畜からあのお乳を絞るわけよ、生乳、でモンゴルでは5種類の家畜と呼ばれているものがいて、牛、ラクダ、羊、ヤギ、ヤクでって、それこの5ついるらしいんだけど、それからそれぞれあの搾乳されてるらしいわけ、それぞれのお乳があるんですね、5種類、地域によって違いあるみたい、あの羊の方が重いとかさ、なんかそういうのあるみたいだけど、一応モンゴルでは5種類の家畜って言われて、こういう5種類いるみたいだけ、で一般的には牛の乳がやっぱりあの中心ではあるみたい、多い、牛の、私たちも牛乳牛さんね、確かに私たち持ってた、別に私は牛じゃないんだけど牛の牛乳をよく飲んでいますね、ヤギの、ね、牛乳も飲んだことあるけど、独特の風味がしますもん ねどっちかといえば私も牛派、かなっては思います牛が中心にあの生産されてるみたいなんだけど、この先ほど言った5種類の家畜を五畜と呼んでるんだけどさ、この五畜の五畜の、この絞った乳を利用して硬いものから液状のものとか、酸味の強いものから弱いものとか、あと油、あと乳酒、お酒まで、なんとさ、なんと30種類以上の乳製品を作るそうなんで、ちょっと待ってよ30種類もだからよ、私が知ってるのはチーズでしょ、バター、クリームチーズ、カマンベールチーズ、チェダーチーズ、チーズしか私の知識から出てこない、ね、チーズしか来ないと思う、チーズしか出てこないだから驚き、ね、バターはまず牛乳を、まあ、あの遠心分離機にかけて、脂肪分を分離させてから作ったもので、またチーズはこの絞った乳を脱脂、あのからこの油取って、またクリームなどにレンネットって言ってから、酵素なんだけどさ、タンパク質の酵素や乳酸菌などを加えて、カゼインを熟成させたものなんだけど、カゼインって聞いたことありますね、牛乳、のタンパク質、乳製品のタンパク質を熟成させたんだけど、現在はあの遠心分離機って便利な機械があるからいいけど昔ないさね、だからモンゴルの人なんかはさ、ひたすら攪拌してからさ作ってさ、大変さね、頑張ってますね本当だよもうでも実は保育所でも食育で昔やってたんですよ、本当に、牛乳入れて振って自分たちでバター作って、それとパンかな、
につけて、うんうんうん、あのブルーベリージャムも作ってもらってやってたんですよ、ね、うんうん、懐かしいやろ。そうそう、やってやって、ね、この時気をつけないといけないのがこの脂肪分、うん、あの今なんていうの、無脂肪とかさ、うん、低脂肪の生クリームがあるけど、 あれやったらできないよ、ちゃんとちょっとなの、うん、バターは油だから、はい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 、あれでやらないと、やってやってやって、そうだよ、いいよね食育 ね、うん、大変さね。でもこれをさ、うんうん、これはあの一パックこんなシェイクするさ、はいはい、子供たちみんなでぐる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 してね、うん、手分けしてやったら、うん、いいさねすぐにねできるかもしれないけど、うん、もうモンゴルの人なんかはこれをあの保存するために大量にじゃあ作るんだ。そうそう、大量に、大変さね、大量にかき混ぜるって、さびっくり、大量に かき混ぜる、ひたすらかき混ぜるって言ったらもう琉球料理で、私なんか言ったらジーマミ豆腐とかあくず餅とか大変ですよ。もう量が少ない時はいいけど、もう量が大量の時はもう本当に大変さね。大変でした、あんな作ったことあるけど、あんな感じかねえって私は勝手にイメージしてるんだけど、そうですね、そうだそうだ、量も多いからさね、はあ、大変だ、頑張ってるんだね。だからこの時に大量に、うん、あの夏に取れる時にこういったものを作って、うん、で夏場は作りたてだから柔らかいのを食べてるけど、はい、またこれをあの冬場まで保存するためにはやっぱりそのままでは保存、冷蔵庫とか保存できないから、はいはい、乾燥させてから保存してたみたいだわけ。でこの乾燥してから硬いさね、乾燥してるから、はいはい、だから、お茶とかにさ浸してから、うん、はい、柔らかくしてから、食べてるみたいよ。はあ、はい、なんかオーバーとかもなんか、ね、やってるよね、やってるよねやってるよねやってるよね。で私は浸すって言ったらさ、うん、牛乳にオレを浸すのが好きだっけ。美味しい美味しいよね。ちなみに今日やりました美味しいよね、うん、たまに浸しすぎてから落ちるわけよ、牛乳の中に。そう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 私はあの、うん、あのミロ、うんうん、ミロとか今飲んでるかな、みんな、うんうん、ミロとパンつけて美味しかったね、懐かしい、美味しいね、美味しいんだよね。それとあんまりポトって落ちるんですよ、美味しいね、つけすぎてからよ。そうそうそう、パンの耳がおすすめです。ちょっと贅沢な時はさ、あの仲良しパンでやったら、わかる？おお、やったことない。ちょっと贅沢だけどさ、またチョコ の、 あのスポンジとさ、うん、あの牛乳とかミロとかがさ、うん、またさらに甘くなってから、もうデージ欲しくなるけど。さすがクーニーね、ねガチマヤ。だからよ、ガチマヤは何でもやるよみたいな。すごいすごい常にこのモンゴルなんかは移動の生活してるから、うんうん、じゃやっぱり食品を保存しておくっていうことはやっぱり自らの命をつなぐってことさね、うん、だからもう本当に大切なことなんだなと思ってさ、うんうん、そうですよね、明日の食事ですもんね、命ですもんね。そう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 、で前回もお話ししたけど、うんうん、あの肉とかも乾燥保存してるみたいだけ、はいはいはい、ではあ、うん、だから肉もジャーキーみたい、私のイメージは、うん、ジャーキーみたいにして干して乾燥してるんだぜ、ね、そうかもしれない、うん、なんか想像ができてきました、ね、じゃあ、うん、これからはですね、うん、モンゴルの代表的な飲み物についてお話ししていきたいと思います、はい、次は飲み物か、はい、はあ、楽しみです、はい、じゃあその前に CM です。はい、東アジア共同体研究所琉球沖縄センター、アジラブー、yeah.お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇から東アジアが大好きな三姉妹が東アジアの魅力をお伝えする番組です。はい、はい、前半はモンゴルの遊牧民の飲食文化について、うん、はい、乳製品の白い食べ物についてお話ししました。あ、大丈夫かね、ミロの話が印象的で、ね、でもすごいですね、やっぱりこの、うん、あの寒いね、うん、冬を通り越すためにはだから ねこのやっぱり動物たちの命とか、うんうん、ね、一滴も、ね、血も無駄にせず、乳も無駄にせず、うん、こうね、食事を大切にしている、うん、自分たちの命ですもんね。そうだよ、そうだよ、ね、それが分かりました、よく命をいただいて、うん、そして私たちの命も守る ね、うん、じゃあこれからはですね、うん、はい、後半じゃない、今これからはモンゴルの代表的な飲み物についてお話していきたいと思います。やったね、はい、さっきの好きな飲み物は何でしょう、うん、ビールですね、はい、即答です、早いね、もう夏といえばね、だよね、本当によ、ね、今の時期も好きでしょ、生ビール、しかもさ、うん、ビーチパーティーとかでさ、うんうん、
炭火で焼いた肉と、はいはい、ビールなんでしょう、もうデジ最高と思わない。あ、お腹すいた、ね、一時お腹すく、ね、で先日行ったお気に入りのお店があるんだけど、読谷、村にあります、はいはい、ガジロー飯店さんってお店があるんだよ。知ってます、美味しいですね、ね、そこのお店の方が先日、生ビールの入れ方講習っていうのを受講されたって聞いたからさ、あ、言ってた、ね、早速生ビール、飲みに行ったさ、一緒にね、だからね一緒に行ったね。で、もうこのアジアンテイストな料理がこれまた、うん、アジアンのね、あの料理を作ってるから、アジアンテイストの料理がこれまたビールの旨味をさ、うん、引き立てるんですよ、ね、あのちょっとスパイシーじゃないですか、ね、エスニック料理系だったり、沖縄の料理もうまく使ってね、コラボしてるんですけど、それが美味しいんですよ。沖縄の食材をさ、うまくね、うまい、本当にね、もう、あっちはもうよかったね、ね、よかったね、また行きましょうね、また行こうね、ね、あのこの、私たちが今行ってるお店ですね、ガジロー、ガジローはひらがなです、ガジロー飯店で検索すると、あのお店の情報がいっぱい出てきますので、ね、うん、Facebook もありますよね、あるね、あるね、ブログもね、ありますね、うんうんうん、ぜひね検索して、行ってみてください、ね、おすすめだよ、超おすすめ、ね、うん、ぜひ行ってみてください、はい、そして、おすすめだよって言ってか、私なんかがなんか入り浸ってたらやってたら座ってるかもしれない、ね、会えるかもとか言って違う、入れないはず、私出るからさ、その時は行ってくださいね。ね、はい、うん、じゃあ、モンゴルのお酒から、はい、紹介しましょうね。そうだった、はいはい、いきますよ、はい、はい、モンゴルのお酒、で、市民、市民アヒル今ちょっと市民アヒル、うん、ちょっとモンゴルの言葉風に言いたかったけど全然言えてねえっちゅうね聞き取りだからよ、だからよ何止まってるばみたいなね市民アヒルってお酒があるんですか、うん、アヒルじゃない、ある日だ、間違った、市民ある日、そうそう、ある日、ある日っていうのがお酒っていう意味みたいだっけ、あ、はいはいはい、うん、で乳酒、あのこの乳製品から乳製品の乳とお酒、って書いていて、発酵乳を蒸留して作られたものが本当本来のものみたいだけど、あの手間がかかるためにさ、作るのに、はい、あの大量に作ることができなくて、最近近年は小麦などの穀類を原料にしたウォッカの製法が北からあの伝わってきて、そういうな、それの、の製法で作られているみたいだけ、今最近年のモンゴルではね、沖縄のお酒にも同じ種類のお酒があるよね、青森、さすが早いごめんね、大好きですねえとか言って、そうそうそう、青森も市民ある日、市民ある日、と同じ蒸留酒、蒸留酒って言うんだけどさ、この製造方法によってお酒分けられていて、原料をそのまま発酵させたものを醸造酒というわけよ、はあ、でこの醸造酒を蒸留して作ったお酒を蒸留酒って言うんだけど、難しい、だからよ、蒸留技法はさ、この蒸留する技法は、はい、あのスペインから始まって、原料はそれぞれ違うんだけど、大体あの穀類が多いんだけどね、はいはい、原料はそれぞれ違うんだけど、これが世界各国に広まって、モンゴルではあの穀類ではない、あの乳製品なんだけどね、市民ある日って言って、さっきのやつですね、全然言えてないや市民ある日、はい、でここ沖縄ではタイ米を原料にした青森が生まれたんですね、ですよね、青森も好きです、もうビールか青森しか私飲まないので、一緒だね、もう一緒だよね、まず最初ビール飲んでから、そうそうそう、 1、2 杯飲んだら次青森に行く、そうそう、いいやんべーになってきたらまた青森を、ね、そしたらね朝まで飲めるんですよ、でしかしね、昔からお酒好きな人がいたんですね、だからすごいね、ね、てか沖縄の青森がタイ米ってことは東アジアに、もうねやっぱ外交してたってことが、ね、沖縄のこのあれが分かりますね、グローバルだった、昔からグローバルだったっていうのが分かりますね、ね、本当だよね、本当だよ ね、すみませんね、話ちょっと脱線したけど、大丈夫大丈夫、ね、本当だよね、じゃあ今青森の話もしたけど、青森の話ちょっと盛り上がっていきたいんだけど、時間も迫ってますので、もう一つお酒紹介したいのがありますから、あるの嬉しいごめんね、はい、もう一つのお酒を紹介しましょうね、はい、アイラグ、今度は簡単ね、アイラグ、今度は簡単って短いよ、アイラグと言います、
馬乳酒と言われているのがありますね、うん、これは馬乳牛の乳のお酒と書いて、うんうん、はい、ちょっと今日は、うん、いつもと、はいはい、漢字を変えて、おちょっとバックミュージックにモンゴルの民謡を入れてよりモンゴルに行った気分になってみようかねと思いながら、じゃあそれを聞きながら、はいはい、お話ししていきたいと思います。はい、はい、このアイラグはですね、うん、馬の乳を容器に入れて、はい、ひたすらかき混ぜて作られます。またひたすらなんですけど、おー頑張る、うん、で少し酸味があって、うん、白い色で、うん、アルコール度数が 2から3% 前後の飲み物らしくて、そう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 、うん、で、うん、お酒ではあるんだけどこの、うん、アルコール度数が低いから、はいはい、乳幼児から高齢者まで飲まれているみたいで、あーはい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 、うん、そうなんですね、うん、でこの馬乳酒はビタミンとかさ、うん、ミネラル、タンパク質、うん、乳酸菌、人間の体に必要な栄養素がさ、うん、たくさん入っていて、うん、栄養価が非常に高い飲み物みたいな、上等な飲み物なんだ、ね、そしてまたこれはさ、うん、栄養価も高いから、うん、薬、モンゴルでは薬とも言われていて、はい、乳製品は胃をきれいにすると言われてるさね、うんうんうん、この馬乳酒は特に優れた効果があるとされていて、はい、各地にさ馬乳酒診療所があるみたいよ。すごいね。すごいすごい。で患者に、ここでは馬乳酒診療所だからもうそのままなんだけどさ、うん、患者に馬乳酒を飲ませて治療をしていたらしいわけ。うん、ああすごい、ね。なんか陽明酒みたいな感じですかね。本当本当。ね、確か私がこれね、うんうんうん、この話聞いて思い出したんですけど、うん、モンゴルの子育てと教育の話をした時に。うん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 、多分小さい時からこの寒さをしのぐために、うんうん、この体を強くするために、うん、この小さい子たちはお酒こう飲ますって話した方がいいかちょっと思い出しました、ねね、だから、ね、あみたいな感じになっちゃったんですけど、これのことだよね、うん、ね、うん、沖縄も似たようながるさね、うん、ってね、あるね、うん、みんな覚えてるかな、ね、食べた飲んだことある、でも分かるかね、さっきが小さい時飲んだ、私は実は飲んだことない、あ飲まないけど、うん、おばあたちが飲んでるの見てうげっ思ってた、思った私なんか風邪ひいたら飲まされたのがさ、うん、卵酒、うんうんね、で私なんか、のお家の卵酒はさ、うん、卵の黄身に砂糖を入れて、うん、で青森入れて、うん、混ぜて、これを風邪ひいた時に一気に飲めって言われる、すごい罰ゲームみたいな。でも甘いわけさ、砂糖入ってるから、でもなんか卵と砂糖って言ったらなんかもう、うん、なんか美味しそうだね、そうだ ね, ねプリンみたいさ、うん、でちょっと生だけどさ、ね、でこれを飲んで、うん、眠れみたいな、で青森熱があるときは青森で体拭いたとかさ、ね、あやりましたやりました、ねねね、やりました、もうこれがスースーして熱出てるときは嫌だったんだけど、うん、やっぱこれ昔ながらの、そうだよ ね, ねでやり方だったんだよね、うん、熱を冷ますバーって汗が出てくるさね、それでね、うん、で親がね、おばあちゃんと交代とかで、ね、眠らずに交代してやってくれ、そうそうそう、やってくれたりして、はあ私甘いな、うん、頑張ろう子育て、うん、ね、だから今思えば、うん、青森飲んでたんだな私なんかそうですよね、もうね、私は断固拒否しましたうげーと思って、だから私は飲んでないけどだから、うん、でも少しのお酒は薬っていうからね、うんうんうん、そうですよね、うん、それで元気になったし、うんうんうん、今もこんなに育ってるから、うん、問題ない、上等だったんだよね、そうそうそう、問題なかったんでしょうね、ね、うん、でこの馬乳酒っていうのがさ、うん、ヒントになって、はいはい、できた日本の飲み物があるらしいわけ、うん、なんだろうなんだろう、これなんだと思いますか、なんだろう、全然想像つかない、日本の飲み物、うん、想像つきませんね、馬乳酒が卵酒じゃないよ、うん、なんだろう、馬乳酒がヒントになってから、 あれかな、あれかな、何何、あ、まあ、今当てたら面白くないから、じゃ あちょっとヒントね、いいね、うん、じゃあ、うん、ちょっとさっき考えといてもらってる間に、うん、ね、ちょっと次の曲いきますか、もう曲いきましょう ね, ね、次はね、はい、みんなが大好きな歌ですよ、はい、はい、私も大好きでございます、はい、うん、ザ、いいですよ、うん、ザブームですね、はい、はい、ザブームで島唄です。
東アジア共同体研究所琉球沖縄センター。アジラブ上がりまだ続くわよ。お届けした曲はザ・ブームで島唄でした。お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇から東アジアが大好きな三姉妹が東アジアの魅力をお伝えする番組です。はい、先ほどまではモンゴルの飲み物で、うん、沖縄の青森と製法が一緒のシミンアルヒ、はい、難しい、うん、当たってるかもわからないけど、うん、沖縄のため卵酒のように栄養価の高い馬乳酒についてお話ししてきました、うん、して馬乳酒、うん、酒がヒントになって誕生した。あ、そうだそうだ、はい、クイズだったよ。そう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 、日本の飲み物は何でしょう、うん、はい、甘酒。おお、近いね。近い近いというかじゃないんだ。じゃないんだ甘酒は米だから、うん、乳製品からできるのは、うん、カルピスですとか、アサリウ。カルピスなんだ。早いでしょ、カルピスです。なんかもう昔からっていうのかなと思ったら、うん、あら、カルピスだったんですね。そうなのよ、カルピスなんだそうです。カルピスも乳酸菌飲料さんね、うん、ね、うん、そうだよね、 CM でもやってますね、うん、そう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 、やってるやってるやってる、ね、はい、では、うん、そろそろ、うん、そろそろですね、そろそろですね、うん、そろそろですね、うん、はい、もしかしてクーニーネーネーの簡単レシピの紹介の時間ですね。はいはい、そうです。待ってました。はい、今日は、うん、さっぱりとした簡単ドリンクの紹介です。楽しみ。あ、お、いい音楽が流れてきましたね。はい、いきますよ。はい、きゅうりのカルピスの紹介をいたします。イエーイ、ゆきゅうり。夏といえばきゅうりですね、はい、ショッキングなんですけど。うん、まず材料からいきますよ、うん、はい、きゅうりが2本、はい、カルピス1カップ。はっ、これはですね、同量、きゅうりが2本、うん、カルピスが1カップ、同量って意味わからなかったでしょ、うんうんうん、1カップって言ってるのにゃって感じでしょ。ごめんね。おうおう。専門用語ですか。だからね、だからね、200ミリリットルって言いたかったんだけど、うん、そんなめんどくさいことはまた言わないで黙っておきましょうね、うん、はい、あ、まあ調節すればいいさね、うん、きゅうりが2本、カルピスが1カップ、うん、氷が適量、うん、以上です、材料。簡単、はい、でもきゅうり、うん、きゅうり。でもきゅうり。そうそうそう、きゅうりで作り方いきますね、うん、はい、ミキサーにキュウリとカルピスを入れてスイッチを入れます。ウィーン、はい、そしたらシェイクしてきれいにキュウリも溶けましたら、うん、混ざりましたら、うん、はい、氷を入れたコップにこれを注ぎ入れます。はい、え、ちょっと待ってください、はい、今カサカサって言ってました。聞こえた、すごい、うん、皆様じゃーんって言って見えないけど。ここにはキュウリのカルピス、ミキサーでガシャガシャしたの持ってきました。そして氷と一緒に爽やかな緑ですね。あ、氷の音聞こえる、聞こえますか。クーニーで作ってきたんですか。そうなんでございます。やったー。しかもコップ美形でかくて、これコップじゃないけどよ。さっきに飲ましてみよう。だらだらしたらどうします。だらだらしたら口からこぼれたら大丈夫、ストローがあるから。これカルピスの濃縮タイプだから氷でちょっと薄めながら飲むような感覚で飲んでもらいたいんですけど、はいはいはい、わ、いいんですか、はい、飲んで。はい、どうぞ。でかいコップじゃないけど。あ、キュウリカジャーすごい。キュウリカジャーすごい。いただきます。はい。あ、どんな？あれ？結構いけない？いけるんじゃない？匂いと違う。ね、ね、ね。匂いは、うわ、キュウリ。シャキシャキ食べたいと思ったけど、うん、飲んでみたら、うん、カルピスとイーフ。いい、なんていうの、いい塩梅になって、いい塩梅だよね、いい塩梅になって、本当に美味しい、これいいと思う、ね、私たち保育所で実は、うん、ゴーヤージュースとカルピスはやるんですよ、うん、やるんだけど、あれでしょ、このキュウリ初めて、うん、キュウリいいんじゃない、うん、いい、ね、とっても飲みやすい、ゴーヤーも、ゴーヤーも、ね、子供たちあのカルピス入れたら飲むんですよ。あ、すごい、あ、すごいすごい、うん、私はこれが発見だな、すごいな、うん、やります、絶対真似します。てて、うん、もうリスナーの皆さんも ね、ぜひやってください。この爽やかなグリーン色がいいよね、うん、美味しい、ね、飲みながらやっていい、うん、でスイカでやったらまた赤い色とかさ、今ドラゴンフルーツも赤い、美味しそう、いっぱいあるさね、うん、あれとかでやってね、また色が可愛い、赤とかピンクとかも作ったらいいんじゃない。いただきました、ね、はい、どうぞどうぞ。いただ
ただきました。飲みます、はい、うん、でこの今回使用しましたキュウリはキュウリとかのウリ類、渋い丸さんね、もういいとか丸さんね、ウリ類は、うん、体にこもった熱を冷ましてくれてクールダウンさせてくれる効果があるので、前もやってた、ああ覚えてる、ね、覚えてる、うん、今の時期にこの暑い時期にぴったりだからぜひお届けいたします、うん、はい、ゴロゴロしてうまい、ゴロゴロいってるうまい、明日も早速やります、はい今日オーワンシティで、うん、あのキュウリ、うん、めっちゃ安かったから5本ぐらい買ってきたからやりますやってください、はい、じゃあ、うん、ここで、CM いきましょうかね、うん、最後の本日最後の CM ですね、はい、もう早いね、もう終わりなんだね、もうそろそろ、はい、じゃあ最後の CM いきますね、うん、いきます、はい、よろしくお願いします。研究所琉球沖縄センター、アジラブアガリ、ラブラブランラララ、はい、お聞きのラジオは 78.0MHz、うん、FM 那覇から東アジアが大好きな3姉妹が東アジアの魅力をお伝えする番組です。うーん、美味しかった美味しかったよかった、ぜひお試しください、ね、朝ごはんとかにもいいですね、うんうんうん、サラダと一緒にとか、そうだよね、そうだよね、うんうん、野菜が結構取れるからね、うんうん、いいはず。さっきの息子ちゃんも飲むかな、うん、これだったキュウリ好きだから、あ、本当に、うん、じゃあぜひおすすめ、ね、帰り金秀で、うん、カルピス買って、カルピス買ってきますはい私もちょっと明日 の、 あの、うん、仕事で使うのがあるからアオハズやってただからね、アオハズね、もう一緒に買いに行こう、買いに行きましょうね、そうですね、はい、じゃあ、うん、本日はモンゴルのパート2として、うん、白い食べ物についていろいろお話ししていきました、うんうんうん、あっという間だったね、うん、そして、うん、その白い食べ物の中で、うん、この乳製品、うん、乳酸菌料、私たちが子供の頃から大好きだったカルピス、うん、このカルピスが実はモンゴルの馬乳種からヒントを得て作られてきた、ね、ということを、はい、お伝えしていきました、うん、カルピスいいよね、うん、美味しかったよ、うん、ヤクルトもいいけど、ね、食文化で、うんね、その地域の人たち、うん、住む人たちが一番健康に過ごせる技っていうか、うん、知恵というか、うん、やっぱ口から入るものは私たち体を作っているんだなっていうふうに実感しましたね、うんうん、そうだね、うん、こちら FM 那覇、うん、ガラスパリさんね、はいはい、今日は、うん、うん、手を振る方が多いねってだからね多いですねあ、はい、もう最後になってきましたね、はい、はいはい、そうです ね、エンディングのお時間になってきました、うんうん、はあ、美味しかったな、本当にこれしか今もう残っていませんすいませんね、リスナーの皆さんもぜひやってみてください、はい、お試しください、国ね、はい、すいません、ちょいとイベントのご案内をさせていただいてもいいですか、はい、お願いします、はい、ですね、はい、9月2日、はい、土曜日に、はい、土曜日に、はい、我が読谷村、我が読谷村、はい、ね、ソベの大湾亭広場にて、てんてん足火コンサートが開催されます。そのコンサートにはなんとやーいいねーねーのコーナー、サークルオブフレンズ、サークルオブフレンズで、ゲストで以前出演していただいたジャメイさんとヤン君のバンド、はい、ジャメイバンドや、はい、ナユタさん、うんうん、ノガルさん、うん、あとはティンバウアパラギ、うん、アヤとヤジュートブッタン、うん、川口京吾さんという豪華なアーティストが、ね、うんうんうん、読谷に集結してしまうんです。すごいね、すごいね、うん、で日時ね、もう一回言うね、お願いします、絶対来てよ、うん、日時は9月2日土曜日、うん、16時から20時30分終了、うん、で場所、うん、読谷村、うん、遠いって思わないでくださいよ、うん、読谷村ソベ大湾亭広場、足大湾亭芝生広場となっています。これ絶対忘れないさ、うん、この日にち忘れないよ、なんでですかね、うん、9月2日だよ、うん、9月3日は何の日か分かる、うん、運慶だよ、だから9本だね、運慶の前の日さ、ね、うん、もうこれで、うん、チャメイさんとかのいろんな方たちの曲を聴いて楽しんでから、うん、また翌日はご先祖様をお迎えするわけや、いいね、うん、楽しんだ後にね、うん、ご先祖様もね聴いて寄ってくるかもしれないしね、そうだよそうだよ、もう忘れないねこの日にちは ね、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います、うん、はい、はいはいはい、前売り券が2000円、うんうん、で当日券が2500円となってますので、はい、早めにチケット購入してくださいね、はいはい、でチケットの問い合わせは、はい、小文字
で、うん、点々足日、うん、DENTENASHIBI、うん、で点々足日ですね、うんうん、@gmail.com ですね、うんうん、で電話のお問い合わせもあります。電話のお問い合わせ は、はい、お問い合わせは050-5243-7058、うんうん、もう一度言いますね、はい、050-5243-7058です、はい、あのアジラブ上がりのブログやフェイスブックでも、うんうん、あのお知らせすぐしますので、はいはいはい、ぜひあのご覧ください、はい、であの詳しい情報も載ってます。道の経路も載ってますので、はいはい、見てください。はい、おー、楽しみだからよ。でもあっという間にすぐ来るね、9月使ってね、すぐだ ね、 ね、うん、なんか私今週バーベキューも予定してるんですけど、うん、楽しいさね、うん、本当だ ね、 ね、そして9月2日、うん、お盆の前に、うん、ね、この歌、ジャメイさんの歌も、うんうん、なゆたちゃんの声もさ、とっても好きなんですよ私、ね、あと川口京吾さんというね、ビッグアーティストも ね、 ね、来るから ね、 ね、で他の人たちのも私初めて聞くんですけど、それもとても楽しみにしております、うんうん、いいね、芝生広場だからもう広くね、海もね綺麗だよ ね、 ね、 ね、うん、ね、いいね、私たちはね読谷の人 だから、うん、ね、よくわかるんですけど、うん、ね、あの那覇の方もぜひバスで来たら、ね、うん、すぐに行けるので、そうだ ね、 そうだね、バスの方が絶対いい ね、 ね、うん、そうだね、うん、ぜひ来てください。はい、じゃあ、うん、ブログフェイスブックでも案内しようね、うん、ね、そこあげようね、はい、はい、アジラブあかりでは、うん、番組へのメッセージリクエストを募集しております。はい、アジラブあがりのフェイスブックまたはブログにご応募ください、はい、どしどしご応募くださいね、はい、待ってますよ、はい、待ってます、はい、それでは本日のお相手は、ね、2人で頑張りましたね、うん、ました、あ、うん、次はあ、ごめんごめんごめん、本当、うん、よ、次のこともちゃんと紹介しないとね、うん、素敵なゲストさんお招きしていますよ、ね、私たちも知り合いなんですよ ね、 ね、うん、私はさ、この方に初めてお会いした時に、うんうん、5年前に会ったんだけど、うん、その時 の、 あのお子さんがね、ちっちゃい、うん、赤ちゃんだったわけ、うんうんうん、でそのお子さんの表情を見た時にすごく感動して、うんうん、もうこの感動今でも覚えてるんだけど、うんうん、何があったのもうとっても感動してから何があったの、うん、あ、それがなんかいいおすすめ情報なんだね、うんうん、お楽しみにしてます、うん、すごく素敵な親子が、うん、あの来週は、うん、ゲストにお招きしてユンタクさせていただきます。はい、うん、楽しみにしてます、はい、それでは本日のお相手は、うんうん、昔3人組の長女クニー三女サッキーでした。はい、来週もまた会いましょうね。はい、はい、せーの、また朝ー。